お疲れ様です。さあ、ここから夜11時までは映画評論コーナー、週刊映画辞表、ムービーウォッチメンです。劇場で公開されている最新映画を映画ウォッチ超人こと、シネマンディアスとたまるがウキ,ウキウキウォッチング、その監視結果を報告するという映画評論コーナーとなっております。えー、といったあたりでですね、あの、実はここでまたちょっと先週というか、先週というか、そうですね、先週の訂正にさらに訂正を入れるというですね、すいません恥の上塗りとはこのことでちょっと恥ずかしながらちょっとさせていただきます。あの、先々週は使った。 白氷の殺人、えー、ね、中国産の、えー、ノワール、素晴らしい作品でございました。で、そのか作品の中で非常に印象的に使われている曲、えー、王やんヒいヒの、えー、漢字で、えー、王というかね、えー、向かう、えー、往来の王で、向かう往来と書いて、っていうね、その漢字。で、その漢字のその、えっ、ー、と、往来の部分を間違って言ってました、先週ね、えー、言いました。そこの訂正は間違っていないんですが、そこで僕、まだね、間違いを、まだ繰り返してるのは、えー、読みんや、 ピンインと読むって僕言っちゃってるんですけど、これ本当に恥ずかしい間違いで。ピンインっていうのは中国語の発音表記のことなんです。で、 で、要は僕はそのですね、そのこの言葉どうやって読むのかなってこう調べてて、そのネットで調べてるから、そうするとピンインはこれですって出てるのを、あ、ピンインって読むんだって勝手には、まさに早がてんしてしまって、何度も、なんとなくその間違いを繰り返していた。えー、ピンインというのはその発音表記、それ自体のことなんですね。では実際その、えーと、向かうね、え往、ー、来の王と書いて、えー、この王やヒヒの曲何て読むのかって調べてみると、シャンワン。 <laughs> シャンホワン <laughs>。で、ね、多分これでってるか分かりませんけど、そういうことみたいです。はい。えー、ということで、2週にわたって訂正のね、恥のうわんりをする、私の本当に無知、不勉強の、えー、恥ずかしい次第でございます。えー、これ、白表の殺人の、えー、元はといえばその評論の、え訂正でございました。ということで、気を取り直して、スペシャルウィークの今夜扱う映画は、先週、ムービーガチャマシンを回して決まったこの映画、ミュータントタートルズ。 ウィズカリファーの良い曲でございます。えー、1984年に誕生したアメリカンコミックを、トランスフォーマーシリーズのマイケル・ベイ監督による、ま、マイケル・ベイのプロデュースで、えー、実写映画化、えー。突然変異で人間のように進化した亀の忍者4人組がニューヨークの危機に立ち向かう。付箋は、トランスフォーマー第二作まで出演したミーガン・ボックス。監督は、テキサス・チェン・ソー・ビギングでもベイトタッグを組んだ、ジョーサン・ジョナサン・ディー・ベスマンさんということでございます。はい、えー、ミュータント・タールズズね、えー、非常に拡大公開されております。えー、これを見たよとリスナーの皆さん、ウ メールの量は、多めはい、そうですか。ニュータント・タートルズ。まあ、非常にね、有名なタイトルでございますが。賛否の比率は、3が5割。残りが否定派とまあまあ派で、はい、半分ずつぐらいというね。まあ、微妙な温度感ではございます。えー、アクションシーンに迫力があり、テンポが良くて見やすかった。旧タートルズシリーズへの愛情も感じられた。 予想していたよりずっと楽しめたなどが主な褒めのポイント。反対に、ストーリーが雑すぎるし、ヒロインに感情移入できないので、話に乗れないというような否定的な意見もちらほらということでございます。代表的なとこをご紹介しましょう。えー、褒めてる方、ラジオネーム、ウェケンボーイ28歳男性。田村さんこんばんは。ミュータントタートルズを字幕 2D と i m a x 3 d で2回落ちてきました。すごいですね。えー、感想は、率直にカーバンガー最高です。 えー、そもそもタートルズとの出会いは小学校低学年、えー、ソフトったレンタルビデオ屋さんでした。28歳。このぐらいはね、直撃世代なんですね。えー、その時から現在に至るまで私にとってニューヨークを守るヒーローは、スパイダーマンでもバットマンでもなくタートルズなのです。アメリカンカルチャーに興味を持ち、ヒップホップを聴くようになり、ライムスターを知り、そして今こうしてタムフルを聴いているのも全てはタートルズとの出会いがあったからな。あ,あ、そうか。ヒップホップ感みたいなのね、やっぱり前からね、ありますからね。今回のミュータントタートルズ。 マイケル・ウェイ監督の映像とカメ、まあ、ベイは監督制作ですからね。えー、まあ、ぽいよもうベイですベイですベイエイドです <laughs> えー、カメ4体のドタバタ感や掛け合いが妙にマッチしていて最高に見ていて気持ち良かったです。映画が始まってから終わるまであっという間でした。レオナルドが、えー、その中のね、えっ、ー、と、メンバーの一人ね。えー、レオナルドが空中でピザを切り分けるシーンなど加工作家のオマージュもあり、マイケル・ウェイ。 ま、監督違うんで、タートル罪を感じずにはいられません。えー、今回のタートルズは私の心を動詞に戻してくれるかけがえのない一作となりました。次回作があるならなお感激です。これからもじ、えー、下水道には最高にクールなメたちが暮らしていると思いをはせつつ定期的にニューヨークに旅行に行きたいと思います。あ、いいね、ニューヨーク旅行してるこの下にいるんだって思ってるってこと。ダメだったえ、え,ー、<laughs> えラジオネーム、えー、っと、キ、キビープラス C さんキビープラス C さん。<laughs> ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーに匹敵するとの情報に期待度高めで見に行きました。これちなみに、えっと、番組アドバイザー、瀬野正夫さん、瀬野鎮さんがそう言っていたということでございます。なるほど、えー、コメディカルな部分は確かにガーディアンズ以上に秀逸で、オフビートな顔のテンポ感、ハイセンス、あるいはナンセスなギャグは見事でした。しかし、ストーリーアクションはかなりなストレートステレオタイプで、この高度なコメディに釣り合わない平凡さにがっかりしました。最大の失敗はこれは根本的な問題だと思うのですが、主人公の女性に物語を委ねてしまったことだと思います。はっきり言って、この主人公は退結論。 言えば、ガーディアンズとは比べるべくもな,べべく,もなく、平凡より超いれぐらいの作品でした。えー、というね、ことです。これちなみに、そのセノさんがまあこう言ってたという。で、みんながとにかくセノさんに繰り返し繰り返し、ガーディアンズって言い過ぎだろ、お前みたいな。まあ、すみません、目上のね、立派なあの方なんですが、保証業界の大物なんですが、えー、最終的にね、あの、セノさんがすごい、む、クイッと向こう向きながらほっといてくれっていうね。<laughs> もうほっとけっていう、い不適され中でございます。 どんな感じの状態でございます。ミュータンとタートルズ。さあ、行ってみましょう。私も、えー、109シンーき場のアイマズキバの iMAX3D でも見てもらいましたし、あの、輸入ブルーレイがもう出ていてね、そちらで見たい。あ、セノオさんが足取りを設くスタジオに入ってまいりました。はい。えー、ちなみにね、このね、輸入ブルーレイ版を見比べてて気づいたんだけど、あの、悪役の例えばシュレッダーっていう悪役が出てきて、そのシュレッダーが日本語のセリフをね、 まあ喋るんですよ。まあ日本絡みの悪役なんで日本のセリフを喋るところ、あの普通に劇場で見ると、えっと字幕のその英語版でも割とちゃんとした聞き取れる日本語で喋ってたと思うんですけど、なんと、輸入ブルーレイで見たところ、つまりアメリカで公開されてるか世界で公開されてる版は全く聞き取れ、なになにな、ははっていうすげえ変な日本語で、だから、えっと、日本公開版も改めてそこの部分だけ聞き取れる日本語に取り直してるんだなということが分かったりしました。はい。ええー、ま、ともあれ。 だとですね。えー、時代が一回りして、まあ今は、まあポップアイコンとして、まあみんな知っている感が定番感があるという感じだと思いますが。えー、日本だと、先ほどね、28歳ぐらいこの辺がストライク世代なんだよなって言いましたけど、特に、えー、っと、90年代放映されていた、まあその最初のアニメシリーズ、クラシックシリーズの吹き替え版、特に日本語吹き替え版、ね、テレビで放映されていて、まあそれを見た世代。あるいはやっぱり90年代公開されていたゴールデンハーベスト制作。 ね。まあ、要はゴールデンハーベスト、レイモンド・チョーですよ。まあ、要はもうブルース・リーだらま、なんでもいいですよ、ジャッキー・チェンだらえー、数々の香港映画名作を残した、香港の映画会社、制作の実写版、劇場用、映画3作あるわけですね。えー、まあ、とにかくその最初のアニメシリーズ、えー、実写版3作、どっちにしろ90年代、そこでまあ見て、っていうイメージが強いんじゃないかな、日本では特にね。えー、多分現在、その20代後半、30代前半ぐらいまでの間、直撃世代じゃないかな、ということでございます。えー、ちなみに今回その主演のエイプリル役というね、えー、テレビのレポートやってるミーガン・フォー えー、まさかね、このミーガン・フォックスがマイケル・ベイ制作映画に戻ってくるとはま、思ってなかったってぐらい、マイケル・ベイとの不仲っていうか悪口合戦ね、有名だったんですけどね、はい。えー、というような作品でございます。ちなみに妊娠中だったんですよね、このね、彼女はね、この映画撮影中にね。そんなアクションしていいんでしょうかっていうね。 で、僕自身、ちょ、ちょっとですね、その90年代、もうすでにちょっと大人になりすぎてて、そういうリアルタイムでドハマりみたいな感じではなかったので、えー、そのミュータント・タラズに関しては、まあこの1週間例によって、まあ集中勉強させていただいたわけです。もちろん全史テレビシリーズ全話見るとかはもう物理的に無理だったらそれは無理ですけど、まあ見れる限りの作品とかシリーズは全部見てるみたいな感じですね。えー、で、特にですね、素晴らしかったのはやっぱりね、あの、助かったのは、例によってあの、小プロさん、 小プロ、日本のね、えー、小プロさんが出している、小学校就営者プロダクションさんが出している、えー、素晴らしい本、ミュータントタートルズ大全というですね、えー、でっかい本が出て、これが最高の本です。最高のガイドで、これ一冊で相当な、もうなんていうかマップが描けたというかですね、あの、どれをどういう順番でどう見ていくべきかとか、どうか、その作品を見るべきかっていうの分かってですね、これすごく素晴らしい本、本当おすすめです。えー、で、まあ今回だからということで、非常にこの、えっ、ー、と、ミュータントタートルズ大全から得た知識、いただいた知識が大でございます。えー で、僕も、全然そのタトルズに関して知識がなかったので、先ほどね、アメリカンコミック、1984年に誕生したアメリカンコミックって一言で言ってましたけど、あの、マーベルものとかとは全然違って、これは元々は、アメコミって言っても、慈悲出版の、事実上同人誌なんですよね。しかも白黒一色ずりの、えー、それが84年に作られた。えー、ピーター・リアードさん、ケビン・イーストマンさんというね、まあ、後にね、巨万の富を得てから、ちょっと二人とも、たもと分かってしまうんですが、えー、ピーター・リアードさん、ケビン・イーストマンという二人が、ケビン・イーストマンさんがある時。 別の作品のアイデア出ししてる時に、ふと思いついてその仮面忍者描いて。で、二人でこうアイデア出ししてるうちゲラゲラ笑って。要は、なんだそれつって。ミュー、ミュータント、ティーンエイジ、ミュータント、んなんだ、ティーンエイジミュータント忍者タートルズ。もう要するにその全ての要素がめちゃくちゃやないかっていう。で、爆笑したんだけど、めちゃくちゃな組み合わせなんだけど、だからコミカルなんだけど、笑っちゃうんだけど、でもかっこよくもある。お、でもこれ結構いけてねみたいな感じがする。もうすでにそのミュータントタートルズの、ね、その最初の面白みにみたいなのが、これガッとできて。で、 例えばその、だからそんな感じで作ってるから最初は、要するにちょっと、うん、思いつけて書いてますから、例えば敵軍団の設定考えようぜって時も、彼らが当時ファンだったフランク・ミラーのデアデビルに出てくる敵の軍団がザ・ハンドだから、じゃあこっちの敵はフットンだな。フットだ足でいいやってもう足、足つか不二由的なね。そういうネーミングをしてるわけですよ。で、えー、で、この時点のタートルズたちのキャラクターっていうのは、目が完全に白目でもうものすごい怖い顔してたり、どっちかっていうと結構ハードルな感じので絵で描かれてたりする。で、それが、 ね、えー、まあ、マーク・フリードマンさんというそのライセンスエージェントの目に留まって、これをおもちゃ化したら売れんぞと。 で、おもちゃ会社にこう持ち込んで、おもちゃ会社って言ってもそんなにそんなに知られてないおもちゃ会社持ち込んで、えー、で、おもちゃ売るために、ま、ま、アニメを作ろうっていう、その順番なんですね。アニメを作ろうって言って、で、パイロット版を、あの、日本の投影動画に作ってもらうっていう、そういうのがあったりなんかして、で、それで一気に大ヒットってしたのがさっき言った最初のアニメシリーズのわけです。で、なので、あのー、さっき言ったその直撃世代の人、日本、日本でもいっぱいいる、20代後半から30代前半くらい、今日も小出祐介くん、ベースボールが小出祐介くんもその世代だって言ってましたけど、やっぱこのアニメのシリーズの印象 い人はですね、まあ、子供向け可愛いからっていうかね、まん丸な名詞だ。えー、それはこのアニメ版の時に出来上がった。 あの、キャラクター像なんですね。あるいはそのピザが好きであるとか、えー、そのキャラクターの色分けによるそのキャラクター分けであるとか、あるいは敵とかのそういう他のキャラとかもここですごくアニメ版ですごく出来上がった。えー、なん、なので、その後も実は要するにその可愛らしい皆さんがこれがタートルズだと思っているタートルズ像じゃなくて、例えば原作コミックよりのダークさとか荒々しさに戻すようなそういう、え、揺り戻しみたいのは何度かあったりもしたら、わけですね。例えば、 ああ先ほども言った90年代にあった、えー、ミュータントタトルズの実写版、これ日本でも普通に公開されてますね。えーは、ゴールデンハーベスト、香港の映画会社が作った実写版。これアニメ版化するとやっぱり当時としては結構暗めというかハードめというか、えー、ミュータントズたちもちょっとなんか、 キモい感じが入ってるみたいなね。えー、監督はスティーブ・バロンズって当時のミュ,ミュージックビデオ監督で、例えばアーハーのテイクオン・ミーとか、えー、マイクル・ジャクソンのビリー・ジーンとか撮ってる人ですけど。で、何よりもす、やっぱ、このね、その実写版、90年代の実写版タートルズ、何が重要かって、やっぱりその、えー、その着ぐるみというかそのタートルズたちの造形しているのが、ジムヘンソンというですね、こうマペットの名手、ジムヘンソンなわけですよ。そのジムヘンソンの当時のアニマトロニクス技術というね、要するに中に機械が入って、その人、えー、機械の人形が生きてるように動くというアニマトロニクス技術によって作られる、その タートルズの表情の豊かさ。で、その口がこう動くんだけど、それがもうセリフとリップがバッチリ合ってる感じとか、もう今見ても全く遜色がないっていうか、むしろフレッシュっていうか、すげえなっていう感じがする。えー、この辺りがすごかった。えー、まあ、そこにカンフー映画的なこうアクションが入って、さらにスピーディーなアクションも見れるし、あとまあ、あ お話も、要は、ティーンエイジータートルズのだけあって、その人間のティーンエイジャー問題みたいなのが重ね合わせられたりして、なかなか興味深い出来だったりとかして、えあと、ま、あ 今回のその映画版ね、マイケル・ベイ制作版の最新版のプロットもちょっと似てますよね。ええー、あの、さらわれて、それを救いに、メンバーが救いに行くみたいなあたりとかは、ええー、影響もあるんじゃないでしょうかね。はい。ええー、あとね、ごめんなさい、ちょっとその90年代の実写版タートルズの話、もうちょっと皆さん映画好きだと思うからちょっと続けるとですね、今見返すと、あ、この人出てたんだみたいなのが、今、今ちょっと気づく。ええー、ケイシー・ジョーンズっていうその、えっ、ー、と、中で出てくる、まあその人間なんだけど、人間でそのスポーツ用品を使って戦う人間側のヒーローみたいな。 ケイシー・ジョーンズっていうキャラクターを、イライアス・コーティーズ。あ、これイライラス・コティーズじゃないあの、一番有名っていうか印象的なことと、クラッシュ。デビット・クロネーマンクのクラッシュの、あの、自動車のあのね、あの、あれのカリスマっていうかね、あの、カルト軍団のカリスマのあの、イライアス・コーティーズ。今もうすっかりハゲがちゃがっちゃってますけどね。当時は超発で、ケイシー・ジョーンズ演じてたりとか。あと、不良のね、そのティーンエイジャーの不良のボス役でサム・ロック・エルが。これサム・ロック・エルじゃねっつって。で、クレジット見て、あ、サム・ロック・エルだって。こういうのまあ今見ると気づいたりとかする まあでも一作目だから今見ても本当に見る価値あると思いますすごく。 え、ちなみに、この実写版、えー、ゴールデンハーベスト版の、えー、ミュータント・タートルズ実写の、2、3と作られてる。まあ、一作目に比べると出来は劣るんだけど、これ見どころがね、常に、えー、用意してるのか、さすがミュータント・タートルズ。例えば2、2!2 の見どころといえば、やはりここでしょうね。えー、バニラスカイという白人ラッパー、皆さん覚えていらっしゃいますかねえー、バニラスカイのライブしているクラブ、バニラスカイ、バニラスカイバニラアイスごめんなさい、バニラスカイは映画です。バニラアイスバニラアイスがライブしている会場に逃げ込んじゃって、そこでバニラアイスが即興で、あの、タートルズ するわけですちょっと聞いて、これ。これをね、この場面。これね、この場面だけ YouTube とかでも見れるんで、ぜひ見ていただきたいです。忍者ラップっていれば出てきますから、あのー、史上、これほどダサいラップシーンっていうのはちょっとない。<laughs> あの、当時のね、90年代初頭に流行ってた、そのね、そのダンスがあるんですよ。そのね、それとか、まあ、ひあ、バニラアイス、バニラアイスって人はそのヒップホップ史上でも黒歴史中の黒歴史とされているんで、そういうのも含めて今見ると非常に味わい深いあたりだったしちなみにあの、1作目の実写版は、えっ、ー、と、MC ハマーがね、えー、元時人気絶頂の MC ハマーが主題歌って、2作目がバニラアイス、えー、要は90年代初頭のヒップホップの黒歴史の象徴されてるのが、これタートルズ実写版っていうのもある。なので、今回の最新版マイケル・ウェイワン、先ほどちらっとかった、ね、主題歌を歌ってるのウィズカリファ ですから大進歩ですよ、ヒップホップ、ヒップホップ格的には。はい、とかですね、あの実写版スリーはです、ね、日本の戦国時代風のところに舞台が移ってみたいなところで、若き日の坂本浩一監督。 仮面ライダーシリーズとかね、え、番組をお呼びしましたね。坂本孝一監督が、え、出演されてたなんかもするぞ、ということでございます。ということで、ええー、まあ、いろんなね、要はですね、その、最初のアニメシリーズ、皆さんがその、テレビで見てたアニメシリーズの印象が強い人は、要するに可愛いコミカルという、ま、目がまん丸までっていう印象が強い人は、今回の最新実写版の、ええー、ミュータントタートルズを、なんとなくもうビジュアルだけで、こんなんタートルズじゃないっていうふうに感じる人もいるかもしれないけど、さっきから言ってるように、大元のコミック含めて、ええー、その、最初のアニメ版が必ずしも一つの、 正解じゃないといいととううのが、まあ、タートルズズシリーズで、もあるとでちなみに、そんなシリーズとかバージョンごとに異なる表情、魅力を持つ、色合いを持つ、その TNG ミュータント、忍者タートルズというこのシリーズ、この魅力が一気に理解して、なおかつ堪能できる究極の一作として、僕今回その一週間のね、その一夜漬けとか一週間漬け勉強の中で、いっぱいいろんな見た中でですね、あの、一番断トツのおすすめはですね、実は、 え、日本版ソフトがこれ発売されてないので、まあ皆さん何とかあれして見ていただきたいんですけど、え、2009年にテレビ放映された長編、要するにテレビ長編アニメがあって、え、タートルズフォーエバーってのがあって、これがね、本当に面白かったですよ。これ最高でした。勉強にもなるし。どう勉強になるかっていうと、これ要はですね、 さっき言った最初のアニメシリーズさっきかれてる1987年から始まった最初のアニメシリーズ、可愛らしい絵柄のコミカルなた、えー、忍者タートルズと、えー、2003年から、え、これは要するに原作者の一人であるピーター・レイアードさんの意向も結構入って、えー、と、割と原作コミックテイストに比較的取り入れた。 ちょっとハードメンみたいな、えー、フォーキッズエンターテインメント版2003年のアニメのタートルズ。要するに、えー、絵柄も世界観も全然違う、えー、タートルズと敵キャラ同士が次元を超えて出会うという話。まあ、要は仮面ライダーディケード的なね、パラレルワールド、えー、的な。で、その、世界観とかも全然違うから、噛み合わないみたいな、対立するみたいなのもギャグになってたりするというね、そういう作りがあるんだけど、この、 えー、タートルズフォーエバーというその長編アニメ。これ何がすごいって面白いなと思ったのは、最終的にこのね2003年版87年版の二人が流れ込んでいく世界、二組が流れ込んでいく世界が、さっき言った最初に書かれた慈悲出版の白黒コミックスの世界に入ってくる。 で、その白黒コミックスの中で、その始まりの世界って言われてる、その始まりの世界に到達して、もう絵柄もキャラもものすごく荒々しい怖っ,っていう、しかも白黒だし、みたいな。それが荒々しいその白黒の手書きのタッチのまま動いて、そしてその初代タートルズと、その87年版と2003年版が共闘するという。しかも、例えばいろあって事件が解決した後、 エンディングがまた素晴らしくて、その原作者ピーター・レイアードさんとケビン・イーストマンさんも、この時点ではすでに他元を分かっている二人なんだけど、二人が最初のコミックの第一号を書いているところ、で、途中に、で、ピザ食べに行こうぜって二人中座している風なところで、で、その最初の、えー、最初の第一回のタートルズの表紙のところにアップになって終わるという。まさにそのタートルズサーが究極の大断言を迎えて終わる。もう、俺一週間一夜付け勉強しただけなのにもう、うるっと、 来るぐらい、これはもうすごいなと思って。えー、という、たらこれぜひ自分のね、この t ー r t l e s f o r ーね、えー、なんとかして見ていただきたいんですが、まあ、ね、あれすれば見れますから。上がってますんで。<laughs> ぶっちゃけ上がってますんで。えー、その後、まあ、ケンリーみたいなその原作者がニコロ・オーデオンってね、ええー、あの、曲にですね、あの、売却してですね、2012年から新シリーズが始まったり、まあ、こっちはまた再度コミカル可愛い路線に戻した 3DCG シリーズがあったりしてる、 という中での、今回の最新版実写、えー、タートルズなわけですけど、どんな位置づけかというとですね、えー、まあ、もう話は完全なリブートですね、仕切り直してございます。というか、というか、こういうことですよね。 二昔前の子供向け人気アニメ、子供向けアニメシリーズで人気を博したそのね、えー、キャラクターを、えー、それなりに旧ファンも納得するようなオマージュ、えー、引き継ぎ部分みたいのも、えー、随所、随所に入れながら、えー、ビッグバジェット、最新 VFX 技術で、ド派手アクション超大作としてリメイクするって、これ、まあ要するに、ね、今回制作も見回っております。マイケル・ベィーが、まあ、要はトランスフォーマー、トランスフォーマーでやったことを、ニンジャタートルズでもう一回やってくんねっていう、 そ、で、それをやったっていう。もう、ほんとこれで話終わっちゃう <laughs>。ということです。もう、あの、置き換えのバランス感とかもすごくトランスフォーマーと似てます。それはやっぱしね。えー、なので、例えばタートルズの、えー、見た目、キャラクターというかね、造形も、まあ、ムキムキマッチョになってますよ。で、まあ、刀身も割と小さめになってます。えー、で、トランスフォーマーのね、えー、あの、オートボットたちがそうだったように、もはや、子供が絵に描けないだろうっていうレベルで、あの、ディテールがゴテゴテしすぎていく <laughs>。 ごてごとして装飾。えー、あと、じゃ、なんかそのぐちゃぐちゃぐちゃってこう変わ若干こう、キモ、キモいぐらいの生々しい生物感があるっていうか、もうかっこいい声でキモいわっていう、もうちょっとゴシックなレベルでやるその足し算感。えー、なんか全体汚いっていうか <laughs>、そんな感じ。えー、その造形の感じもまあトランスフォーマーっぽいし、まあプラス今回そのトランスフォーマーよりもさらに進化してるところがあるとしたら、まあモーションキャプチャー技術の大幅な進歩により、まあ非常にこういう豊かな表情であるとか、ね。えー、まあ猿の惑星ライジング。ねまあ はい、あの、ミュージオーチームでいました。それもそうだったけど、要は今もう CG キャラを演じる役者が、あの、他の生身の役者とそのロケ現場にいるままで、その撮影ができるぐらい芸術が進んでるので、それでやることによって、例えば格闘アクションとか、やり取りとかがよりこう、存在感がよりリアルに、まなっている。それが非常に段違いになっているみたいな、まあ進歩も当然あると。 ただね、これね、ここはもちろん立派な技術を使ってるなって思うんだけど、これすいませんね。僕、解雇で言ってるわけじゃないのはさっきから僕、タートル、タートルズのリアルタイムのファンじゃないから間違いないと思うんだけど、不思議なもんで、やっぱさっき言った90年代のジムヘンソンが、要するにな、もう要するに物理的に作ったアニマトロニクスの着ぐるみの方が、今の目で見ても、っていうか、むしろ CG でも何にも驚けなくなった今の目で見た方が、むしろやっぱアメージングなんだよね。おぉ タートルズいるよ、そこにって感じが。むしろやっぱりするのは僕だけなんでしょうか。っていうね。ええー。はい。あと、ま、一方で先ほど言ったように、旧シリーズファンもちゃんと納得させるようなオマージュもちょいちょいやったりとかね。例えば、その、えー、ミーガン・フォックス演じるエイプリルが、まあ、黄色い服着てるっていう。まあ、エイプリルっていうのは、ま、黄色いつなぎいつも着てるわけですよ。そのち、ち、なみに黄色いつなぎを着てる件をタートルズフォーエバーで突っ込まれたりしてましたけどね。こう、2013年場が行って、何その服みたいな。 え、全然キャラが違う。ま、あそういうね、黄色い服であるとか、あと、タートルズに会った瞬間気絶するっていうのはやっぱね、えー、最初のアニメシリーズの始まりの、え、感じでしょうし。あと、ま、さっきピザの場面がオマージュだっていうね、メールもありましたね。ピザがパパパーンって切って、それが、あの、スプリンター先生、えー、ネズミがそのまま進化した、えー、スプリンター先生の頭にべちょって乗る。これもあの、90年代実写版にこれあるような描写だったりとかしますね。あと、細かいところで言うとね、死ぬほど細かいところの話っていいですか。あのー、 インターネットムービーデータベースだ、これあの、グーフスって、要するにあの、ミス扱い、普通にミス扱いになってるんだけど、あの、エイプリルさんが娘時代に、その彼、あの、タトルズたちが普通の亀だったところを撮ってるビデオを見てる。で、そこのミケランジェロって書いてある、そのミケランジェロのスペルが間違ってるっていうふうにね、これインターネットムービーミス扱いしてるんだけど、これ、なんとコミック、第1号目のスペル。 ミケランジェロのスペルがま、この全く同じように間違ってるんです。だから間違いなくコミック1号名のこのスペルミス自体がオマージュだと思われ、みたいな。そんなとこまで気は使っているということでございます。はい。あとまあ先ほどね、トランスフォーマンっぽい、トランスフォーマンっぽいってい言っちゃってますけど、今回例えば敵役のシュレッダーというのがね、ええー、まあその鉄製のこう呪いをガシャって切る。もう完全にもろにガシャンガシャーもうまあ、トランスフォーマン以降という感じですし。あともう画面の絵作りですね。あの、例えば青、黄色、オレンジ。 もうすごく陰影をきかきバキッと際立たせた絵作りでこうやる。あのもう絵,絵だけで、ああ、マイケル・ベッペーっていう感じしますし。あと、やっぱあれ。ブオーン。ブオーンっていう。あの、重低音でトランスフォーマーっぺーっていう。あの、音響スタッフもトランスフォーマー結構ね、か、え、ぶ、ー、ってあります。当然、やたらと動くダイナミックなカメラは、これもマイケル・ベッポーやたり。えー、というのがまあ、もろにトランスフォーマーっぽいあたりももちろんもう全然受け継いでる。あともう具体的な絵柄で言っても、 例えばあの、えっ、ー、と、雪、雪の山のところのアクションがあるんですけど、そこで、えっ、ー、と、要するに地面の向こう側からなんかジープが3台、ピョーンと向こうから跳ね上がってくるところをスローで、えー、手前に人物がいて、こういう似たようなあいつトランスフォーマーリベンジで見たことある気がすんなとか、 あと、今回のクライマックス、ね、えー、なんかそのタワーが倒れて、で、向かい側の建造物にガーンって一旦引っかかって、えー、その橋代わりになった上でまたアクションがあって、これ、トランスフォーマー、ダークサイドムーンのクライマックスに似たようなことやってなかったっけみたいなね、えー、みたいな、まあいろいろあるわけなんですが、はい。 とはいえですね、今回、あの、先ほどから何度も念をしてますけど、今回監督、マイケル・ベイは監督ではなく制作に回ってて、監督はジョナサン・リー・ベスマンという方、えー、世界侵略ロサンゼルス決戦とか、えー、タイタンの逆襲とかね、近年ではやっておりますが、なんといってもマイケル・ベイ、そしてマイケル・ベイの制作会社、プラティナム・ジューン、デューン作品とジョン・ジョナサン・リー・ベスマンということで言えば、なんといっても忘れちゃいけない、テキサス・チェーンソー・ビギング ね、これ大傑作がございます、2006年。えー、僕はこれ悪魔の生贄にの色々こうシリーズ化していった中でもなかなかの傑作だと僕は思ってる作品でございます。ちなみにこのジョナサン・リーベスマンさん、デビュー作の黒の恨みっていうのがあって、これはあんまね実はね大したホラーじゃないんだけど、あの、本人も非常に不安、不本意な、あの、思いをしながら作った作品らしくって、要はこの後、一時は映画監督を辞めようと思っていた、ジョナサン・リーベスマンをマイケル・ベイが、 説得してフックアップしたのがさっき言ったビニングなんですよ。で、それ以降、その、リーベスマンは今に至るキャリアをる。いい話なんですマイケル・ベイいいやつなんですよ。はい。えー、とまで今回のタートルズは、そのマイ,マイケル・ベイが監督じゃない分ですね。どうなってるかというと、全体のタッチとかアプローチはさっきから言ってるように、まあ、紛れもなくすっごくマイケル・ボイ、ベイっぽい、マイケル・ベイ作品印なんだけど、同時にですね、まあ、例えば、 カット内で起こってること、ええー、とかカメラの動きであるとか、あるいは編集のテンポであるとか、すべてが情報型でその整理する気もないので何が何だかみたいな、ええー、しかもそれが2時間半続くみたいな、要するにそのマイケル・ベイの、よくも悪くもトゥーマッチなところ、ね、ええー、もうゴシックレベルまで行っちゃってるトゥーマッチ感、足し算感っていうみたいな、全部盛り感みたいなものに比べると、ちょっとだけですが、 マイ、あの、マイケル・ベイカー監督じゃなくて、ジョナサン・リーベスマン監督になったことのによる小物なのか分かりませんが、ちょっとだけ見やすくなってます、今回。上映時間101分だし、ね。えー。 特に激しいアクションのシーンになると、すれがすごく際立ってくる。えー、監督のジョナサン・リーベスマンが、ブルーレイのその僕が見たユニブルーレイの特典の中でも語ってたんですけど、今回まあ 3D を前提に撮ってますよね。3D 効果を際立たせるために、いつもより絵作りをちょっとワイドめに絵作りを撮って、なおかつ、ワンショットを長めに撮ってます。それによってその 3D 効果が体感できるように作りましたとおっしゃってて。例えば、 なるほど。例えばですね。あの、さっき言ったように、雪山をこう滑り降りる、本作で一番まあ激しいアクションシーン。まあ、これはなかなか上がるアクションシーンがとかですね。クライマックスビデオ屋上でその敵のボスであるシュレッダーと対決するシーンなどに顕著なんだけど、あの、カメラの動きとか画面内で起こってることっていうのは相変わらず非常に激しいし、情報も多めではあるんだけど、あの、時折ですね。まあ、10秒とか。 長くて20秒ぐらい続くショット。これ、米映画は多分ね、マイケル・ベイが監督してると、ショットでな、長くて多分ね、3秒ですよ。<laughs> 3秒続いたら長い方ですよ。それが10秒とか20秒ぐらい続くショットで、要するに一続きのアクションで見せようとしてる見せ方が結構出てきて。で、それによって何があるかっていうと、マイケル・ベイ映画のクライマックスにありがちな、もう位置関係はわかりません。<laughs> 何、何がどこに居て何かはわかりません。みたいなことは、あんまり実は起こってなくて。あのー、ちゃんとこう位置関係は分かった上でいうふうになってて、まあ見やすくはなっている。えちなみに 一番長いショットは、えー、劇中見た方、まあ、予告でも出てきますけど、エレベーターで、あの、いわゆる、えー、ヒューマンビートボックスでラップ風のことを始めるシーンがあれが30秒あります。まあ、あれはその長いことによる、えー、ギャグになってるわけですけどね。そんな感じで、まあ、全体今回はですね、どっちかっていうと、オフビートギャグ感みたいなのがやっぱ際立ってる。先ほど褒められてる方もね、えー、けなさナサてる方のオフビートのギャグは良かったと言ってる。えー、エイプリルと出会うとこのね、あれ今写真撮られたんじゃないので固まる感じとかね。えー、あと、例えば、クライマックスシーンとかで、ちょっとこう、 あれ泣かせ展開なのみたいに思わせと言って実はそうじゃないみたいなのはある意味、ベ、マイケル・ベイがさ、それこそアルマゲドンとかでクライマックスでやるような大行な演出のパロディーみたいな感じにもなってたり。まあ、おならのギャグとかは今時どうかとは思いますがみたいなのありますが。はい。ということで、マイケル・ベイの見やすい版にはちょっとなってると。ただ、言い換えるとそれって、ちょっと普通になったマイケル・ベイじゃん普通になったマイケル・ベイってそれ、 いいのかなっていうか、マイナス要素にもなり得るような部分じゃないかという気もします。というのはですね、今回やっぱり指摘してる方も多かったですが、話し運びの雑さだけはがっつり気づいてもいるというね。えー、で、いわゆるその突っ込みどころみたいのはいっぱいあるんですが、ただそれに関しては、まあ、らしいなというか、まあ、ミュータントタートルズの B 級感みたいにもあってて、らしい雑さ、ことを向けさとして、まあ、楽しめる範囲ではあると思うんです。例えば、 あそのクライマックスのね、雪山でわーってやってなんか崖みたいなのもあってなんかかなりでかい山なんですけど、あれとマンハッタンはどういう位置関係なんでしょうかどういう距離感なんでしょうかえね、トランスフォーマー、ロストウェイジのむちゃくちゃな地理感みたいなものも引き継ぎなのかこれ流行りかみたいな。お前らの中で流行りかこれみたいな。えあと、ま、例えばニューヨークにね、毒を撒いて後から下毒的なものをやれば俺たちバッチリだぜって言うけど、うん、自分のタワーからそれ巻いたらバレバレだよね、お前ね、それね。とかですね。 まあその敵のそのシュレッダーっていうのが、なぜか毎回とどめを刺さずに去っていっちゃったり、なんなら背中を向けたまま何か作業を、4にまだあの亀全然ピンピンしてるんだけど、みたいな。ずっとカチャカチャ。まあそんな感じ、まあこんな感じで切りはないんですが。 ま、そんなこと言ったら、ね、今までのタートルズだってどういうレベルの話かって問題あるんだけど、それより気になるのはですね、要するに話としてちゃんとケりをつけてくれてないことなんですよ。えー、ウィリアム・フォクトナー、ね、えー、まあ、アルマゲドンなんかも出てますしね、あの、バットマン、えー、バットマンじゃない、ダークナイトの最初の銀行強盗のところでショットガン撃ちまくるおっさん、エリック・サックスっていうね、役をちなみにこのエリック・サックスっていうのは、シュレッダーの原作での本名のオロクサキの英語的な読み替え。エリック・エリック・サックス、オロクサキ。ね。えー、なんだけど、倒された後、 どうなったのか全くフォローですよ。ノーフォローですよね、彼ね。ガタンって頭を打たれて倒れて、それ以降、どうなったのか何にもなし、ノーフォロー。 で、先ほどね、あげたその、小プロの、えっ、ー、と、ミュータントタトルズ大全の中ではですね、あの、実はこの、えっ、ー、と、ウィルダム・ファクトナーさんは、シュレッダーそのものを演じる予定だったらしいんです。もう、シュレッダー風のそういうなんか、あれを手につけてる写真とかもあったりして、なので、おそらくこれ、結果を変えてるわけですよ。後から。えー、で、これなんかその、アイアンマン3とか、バットマンビギンズとかみたいな、要はフェイント設定だったっぽいんですよ、だからね。シュレッダーはこっちと見せかけて、実はこっちでしたみたいな。でも、それをやめたらしいんですよね。なので、 ノーフォローなのもそういうことなのかなと、要するに後から変えたから。えー、なんだけど、例えば、あれだけの騒ぎがあってね、そのミュータントタートルズみんな見られてるじゃないですか、だったあなの。ののに、 この件をどういうふうに世間が捉えてるかっていうのもはっきりは語られるぞという。でですね、あの、これ、ブルーレイとか DVD も入ると思いますが、エクステンデッドエンディングっていうのがあって、これ、あの、エイプリルさん、その主人公の女の人が自業的にリポートするわけです。で、この場面がやっぱつくと、あ、彼女が私は本当リポーターとして活躍したいのよっていう、彼女のストーリーのそのオチもつきますし、それによってその事件の点末、えっ、ー、と、レクサックスは悪者でしたっていう、あ、それを報道されてますっていうオチもつくし、で、すごくいいセリフもあるんです。 ヒーローは我々が思っているようなものじゃないということです。億万長者じゃない。これ要するにバットバンでもあり、エリック・サックスさんのことも知している。えー、そして、角張った顎のマントを翻すような男じゃない、スーパーマンじゃない。えー、ヒーローは誰にでもなれる。あのビジランテ自警団。つまりその、えー、これはタートルズ。あのビジランテ、作っ,ってくれたビジランテタートルのようにというふうに。今回の映画だとビジランテ、ビジランテって何度も出てくるわけですけど、これがやっぱり映画的にはエンディングとしては地味すぎるかもしれないけど、意味的にはきっちり落ちますよね、この方がね。 ただね、米的判断としてこれ意味的に落ちすぎるよと。地味すぎんだよ。そのもう一個爆発入れとけよみたいな。そういうことだったのか知んないけど、だからって、罪もないっていうか、仲間の新車を爆発させといて、ああ、ごめん、間違っちゃった、ごめん。 いや大丈夫です。俺、地下鉄で帰りますって。そんなお、終わり方あるかばかやろうって。<laughs> いじめられっこか、みたいなね。はい。えー、とにかく話の運びがちゃんとしてなさすぎる。ええー、例えば、あとね、スピリッター、スプリンター先生と、ね、やっぱシュレッダーの過去の因縁みたいなのがちゃんとないと、ラスボス感盛り上がんねえよとかね。なんかいろいろ不備がある。次回はもう作るの、もう自作もう作るの決定してるようなんで、もうちょっとネジ締めてください。はい。あと、プラスカメならではの何かがもうちょっと必要ですよね。実写版タートルズだったら、あの、フィュッとカメ、頭を引っ込めることで、えー、カメ最高って、 自分たちが言う。ね今、このコーラで滑るっていうのは出てくるけど、そのカメラでの活かすようなのもあっていいんじゃないか。えー、ということに思います。まあ、次回作作るんであれば、まあ、そのさっき言ったケイシー・ジョーンズであるとか、まあ、敵役でね、今回本当は出るはずだったビーバップ、ロック・ステディ、こんなキャラクターが出てくるんじゃないでしょうかというあたりも。まあ、次回作、えー、やれば見てもいいかな程度には面白かったですが、えー、瀬野正夫さんの褒め方は言い過ぎだと私も思います。ぜひぜひ劇場で落ちてください Which せのさん役くほっといてくれ。来週扱う作品を決めるムービーガチャ、CM なと。いかに映画ウォッチ超人といえど、運命には逆らえない。ということで、来週2月28日のウォッチ候補作品、えー、7作品紹介いたします。まず最初の候補はこちらアメリカンスナイパーはい、えー、クリント・イーストウッド監督作最高の大ヒット、えー、記録しております。え二、ー、つ目はこちら フォックスキャッチャー。はい。えー、ベネット・ミラー。ね。あの、マネーボールね。扱いましたけどね。えー、すごく面白そうなんで楽しみです。続いてはこちら。フィフティー・シェイズ・オブ・グレイ。えま、ー、ミーズ・プルノなんてね、言葉で、まあ、アメリカでは大ヒット中のようですよ。四つ目はこちら。ジョーカー・ゲーム。はい。エレーユー監督が、えー、メジャー進出作品ということで、これぜひともね、当てたいんですけどね。え五、ー、つ目はこちら。エクソダス。神と、はい。えー、リドリー・スコット。まあ、モーゼですね。えー、出演ジプトキでございます。どういうことになっているんでしょうか。六つ目はこちら。 きっと星のせいじゃない。はい、えっと、アヤングアタルト小説アメリカの、えー、こちらも非常に評判が高いのでございます。<laughs> えー、えー、ありがとうございます。そして、<laughs> 最後の候補はリスナーカプセルです。えー、こちら、えっ、ー、と、おはがきでいただいております。ありがとうございます。ラジオネーム、サムガリジャパンさん。 えー、ムービー落ち面コーナーで取り上げていただきたいのは、えー、山下信弘監督の、味噌のユニバースです。えー、2月14日に公開されてる映画ですが、えー、今日に、2月,月1 7日に何の予備知識もなく見に行き、冒頭から引き込まれました。自分の大好きなタイプの映画でした。見ながら日本ではなく、欧米の様々な映画を思い出しました。えー、ミュージシャンである歌丸さんがこの映画をどんな風に見られるのかとても知りたいです。どうかよろしくお願いします。あの、この味噌のユニバースね、僕あの、赤犬さんのイベントで DJC に行ってね、行ってもすごい場所でしたから、ここでどんな映画作るのか、すごく楽しみにしてたところでございます。以上、7スイング、候補 えー、カプセルが出た後どうしても他に評論した映画がある場合自腹で1万円払えばもう一回ガチャを回すことができる、えー、現在5万円溜貯まっております、えー、ね例えばジョーカーゲーム当てたいのは山々なんだけど俺もう1万円払うダメージにちょっと耐えらんなくて今週はフィフティシェイズだったらねねえそんなじゃあ行ったのかいよ青かよ女もうお前が払ってくれんのかよじゃあよフィフティシェイズフィフティシェイズオブグレイが来てしまったんですが スペシャルウィークですし大盤ーーブレバー行ってみよう1万払っとるわボケや,やんなもんボケがこんな見るかそんなぬるたいやんなぬるたいそんな女向けボけっぽいもう一回言いきますミソのイーバースそうかまあミソのイーバースこれ以上払いたくないのでミソのイーバース行ってみよう <laughs> あのー、なんかほら当ててほしい作品があるみたいな人あれだよね これでやせ、これで回してくださいって。一番多くて。冒険。はい、ついに6万円に。<laughs> <laughs> 俺、フィフティーシェイズオブグレイ、マジ恨む。マジ本当。マジ本当。マジ。<laughs> マジクソっしマジ。<笑><笑>えー、もうこの映画を見たというリスナーの皆様からの感想メールもお待ちしております。えー、また、シネマアンです。歌丸にウォッチしてほしい映画も募集中です。宛先はどちらも歌丸アットマーク t b s c o j p までよろしくお願いいたします。えー、以上誰が映画を見張るのか、週刊画時表ムービーウォッチメのコーナーでした。ここで、お疲れ様です。<laughs> さあ、ここから夜11時までは映画評論コーナー、週刊映画辞表、ムービーウォッチ面です。劇場で公開されている最新映画を映画ウォッチ超人こと、シネマンディアスたまるがウキ,ウキウキウォッチング、その監視結果を報告するという映画評論コーナーとなっております。ええー、といったあたりでですね、あの、実はここでまたちょっと先週というか、先週というか、そうですね、先週の訂正にさらに訂正を入れるというですね、すいません恥の上塗りとはこのことでちょっと恥ずかしながらちょっとさせていただきます。あの、先々週は使った。 白氷の殺人、えー、ね、中国産の、えー、ノワール、素晴らしい作品でございました。で、そのか作品の中で非常に印象的に使われている曲、えー、王やんヒーヒーの、えー、漢字で、えー、王というかね、えー、向かう、えー、往来の王で、向かう往来と書いて、っていうね、その漢字。で、その漢字のその、えっ、ー、と、往来の部分を間違って言ってました、先週ね、えー、言いました。そこの訂正は間違っていないんですが、そこで僕、まだね、間違いを、まだ繰り返してるのは、えー、読みが ピンインと読むって僕言っちゃってるんですけど、これ本当に恥ずかしい間違いで。ピンインっていうのは中国語の発音表記のことなんです。で、 で、要は僕はそのですね、そのこの言葉どうやって読むのかなってこう調べてて、そのネットで調べてるから、そうするとピンインはこれですって出てるのを、あ、ピンインって読むんだって勝手に、はまさに早がてんしてしまって、何度も、なんとなくその間違いを繰り返していた。えー、ピンインというのはその発音表記、それ自体のことなんですね。では実際その、えっ、ー、と、向かうね、え往、ー、来の王と書いて、えー、この王やヒヒの曲何て読むのかって調べてみると、シャンワン。 <laughs> シャン<フ>ワン <laughs> で。で多分これで合ってるか分かりませんけど、そういうことみたいです。はい。えー、ということで、2週にわたって訂正のね、恥の上塗りをする私の本当に無知、不勉強の、えー、恥ずかしい次第でございます。えー、これ、白表の殺人の、えと、ー、元はといえばその評論の、え訂正でございました。ということで、気を取り直して、スペシャルウィークの今夜扱う映画は、先週ムービーガチャマシンを回して決まったこの映画、ミュータントタートルズ。 ウィズカリファーの曲でございます。えー、1984年に誕生したアメリカンコミックを、トランスフォーマーシリーズのマイケル・ベイ監督による、マイケル・ベイのプロデュースで、えー、実写映画化、えー。突然変異で人間のように進化した亀の忍者4人組がニューヨークの危機に立ち向かう。付箋は、トランスフォーマー第2作まで出演したミーガン・ボックス。監督は、テキサス・チェーンソー・ビギングでもベイとタッグを組んだジョサン、ジョナサン・ディーベスマンさんということでございます。 はい、えー、ミュータント・タートルズ、ね、えー、非常に拡大公開されております。えー、これを見たよとリスナーの皆さん、ウォッチメンからの監視報告いただいております。メールの量は、多めはい、そうですか。ミュータント・タートルズ、まあ非常にね、有名なタイトルでございますが、賛否の比率は、3が5割、残りが否定派とまあまあ派で、はい、半分ずつぐらいというね、まあ微妙な温度感ではございます。えー、アクションシーンに迫力があり、テンポが良くて見やすかった。旧タートルズシリーズへの愛情も感じられた。 予想していたよりずっと楽しめたなどが主な褒めのポイント。反対に、ストーリーが雑すぎるし、ヒロインに感情移入できないので、話に乗れないというような否定的な意見もちらほらということでございます。代表的なとこご紹介しましょう、えー。褒めてる方、ラジオネーム、上健ボーイ28歳男性。田丸さんこんばんは。ミュータントタートルズを字幕 2D と iMac3D で2回落ちてきました。すごいですね。えー、感想は、率直にカーバンガー。最高です。 えー、そもそもタートルズとの出会いは小学校低学年、えー、ソフト行ったレンタルビデオ屋さんでした。28歳。このぐらいはね、直撃世代なんですね。えー、その時から現在に至るまで私にとってニューヨークを守るヒーローは、スパイダーマンでもバットマンでもなくタートルズなのです。アメリカンカルチャーに興味を持ち、ヒップホップを聴くようになり、ライムスターを知り、そして今こうしてタムフルを聴いてるのも全てはタートルズとの出会いがあったからな。あ,あ、そうか。ヒップホップ感みたいなね、やっぱり前からね、ありますからね。今回のミュータントタートルズ。 マイケル・ウェイ監督の映像とカメ、まあまあ、ベイは監督制作ですからねえー、まあ、ぽいよもうベイですベイですベイエイドです <laughs> えー、カメ4体のドタバタ感や掛け合いが妙にマッチしていて最高に見ていて気持ちよかったです。映画が始まってから終わるまであっという間でした。レオナルドが、えー、その中のね、えっ、ー、と、 メンバーの一人ね。えー、ロナルんが空中でピザを切り分けるシーンなど加工作からのオマージュもあり、マイケル・ベイ、まあ、監督違うんで、タートル剤を感じずにはりられません。えー、今回のタートルズは私の心を同心に戻してくれるかけがえのない一作となりました。次回作があるならなお完激です。これからもじ、えー、下水道には最高にクールなカメたちが暮らしていると思いをはせつつ、定期的にニューヨークに旅行に行きたいと思います。あ、いいね、ニューヨーク旅行してる、この下にいるんだと思ってるってこと。ダメだったえ、えー、<laughs> ラジオネーム、えー、っと、キ、キビープラスシーさんキビープラスシーさん。<laughs> ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーに匹敵するとの情報に期待度高めで見に行きました。これちなみに、えっと、番組アドバイザー、瀬野正夫さん、瀬野鎮さんがそう言っていたということでございます。なるほど、えー、コメディカルな部分は確かにガーディアンズ以上に秀逸で、オフビートな会話のテンポ感、ハイセンス、あるいはナンセスなギャグは見事でした。しかし、ストーリーアクションはかなりなストトレートステレオタイプで、この高度なコメディに連れ合わない平凡さにがっかりしました。最大の失敗はこれは根本的な問題だと思うのですが、主人公の女性に物語を委ねてしまったことだと思います。はっきり言ってこの主人公は退屈です。どうしてもっと物語の 言えば、ガーディアンズとは比べるべくもな,もなく、平凡より超い上ぐらいの作品でした。えー、というね、ことです。これちなみに、その、瀬能さんが、まあ、こう言ってたという。で、みんながとにかく、瀬能さんに、繰り返し繰り返し、ガーディアンズって言い過ぎだろ、お前みたいな。まあ、すみません、目上のね、立派な、あの、方なんですが、保証業界の大物なんですが、えー、最終的にね、あの、セノさんがすごい、む、クイッと向こう向きながら、ほっといてくれ、っていうね。<laughs> もう、ほっとけっていう、今 <laughs>、ふてされ中でございます どんな感じの状態でございます。ミュータント・タートルズ。さあ、行ってみましょう。私も、えー、109シルマーズキバの iMAX3D でも見てもらいましたし、あの、輸入ブルーレイがもう出ていてね、そちらで見たり、あ、セノさんが足取りを設くスタジオに入ってまいりました。はい。えー、ちなみにね、このね、輸入ブルーレイ版を見比べてて気づいたんだけど、あの、悪役の、例えばシュレッダーっていう悪役が出てきて、そのシュレッダーが、日本語のセリフをね、 まあ喋るんですよ。まあ日本絡みの悪役なんで、日本のセリフを喋るところ、あの普通に劇場で見ると、えっと字幕のその英語版でも割とちゃんとした聞き取れる日本語で喋ってたと思うんですけど、なんと、輸入ブルーレイで見たところ、つまりアメリカで公開されてるか世界で公開されてる版は全く聞き取れ、なになに、な、は、はっていうすげえ変な日本語で、だから、えっと、日本公開版も改めてそこの部分だけ聞き取れる日本語に取り直してるんだなということが分かったりしました。はい。ええー、まあ、ともあれ。 たとですね。えー、時代が一回りして、まあ今は、まあポップアイコンとして、まあみんな知っている感が、定番感があるという感じだと思いますが。えー、日本だと、先ほどね、28歳ぐらいこの辺がストライク世代なんだよなって言いましたけど、特に、えっと、90年代放映されていた、まあその最初のアニメシリーズ、クラシックシリーズの吹き替え版、特に日本語吹き替え版、ね、テレビで放映されてて、まあそれを見た世代。あるいはやっぱり90年代公開されていたゴールデンハーベスト制作。 ね。ま、あ要はゴールデンハーベスト、レイモンド・チョーですよ。まあ、要はもうブルース・リーだらま、なんでもいいですよ、ジャッキー・チェンだらえー、数々の香港映画名作を残した、香港の映画会社、制作の実写版、劇場用、映画3作あるわけですね。えー、まあ、とにかくその最初のアニメシリーズ、えー、実写版3作、どっちしろ90年代、そこでま、見て、っていうイメージが強いんじゃないかな、日本では特にね。えー、多分現在、その20代後半、30代前半ぐらいまでの間、直撃世代じゃないかな、ということでございます。えー、ちなみに今回その主演のエイプリル役というね、えー、テレビのレポートやってるミーガンフォー えー、まさかね、このミーガン・フォックスがマイケル・ベイ制作映画に戻ってくるとはま、思ってなかったってぐらい、マイケル・ベイとの不仲っていうか悪口合戦ね、有名だったんですけどね、はい。えー、というような作品でございます。ちなみに妊娠中だったんですよね、このね、彼女はね、この映画撮影中にね。そんなアクションしていいんでしょうかっていうね。 で、僕自身、ちょ、ちょっとですね、その90年代、もうすでにちょっと大人になりすぎてて、そういうリアルタイムでドハマりみたいな感じではなかったので、えー、そのミュータント・タラウズが、まあこの一週間、例によって、まあ集中勉強させていただいたわけです。もちろん全史テレビシリーズ、全話見るとかはもう物理的に無理だったらそれは無理ですけど、まあ見れる限りの作品とかシリーズは全部見てるみたいな感じですね。えー、で、特にですね、素晴らしかったのはやっぱりね、あの、助かったのは、例によってあの、小プロさん、 小プロ、日本のね、えー、小プロさんが出している小学校就営者プロダクションさんが出している、えー、素晴らしい本、ミュータントタートルズ大全というですね、えー、でっかい本が出て、これが最高の本です。最高のガイドで、これ一冊で相当な、もうなんていうかマップが描けたというかですね、あの、どれをどういう順番でどう見ていくべきかとか、どうか、その作品を見るべきかというのを分かってですね、これすごく素晴らしい本、本当おすすめです。えー、で、まあ今回だからということで、非常にこの、えー、ミュータントタートルズ大全から得た知識、いただいた知識が大でございます。えー で、僕も全然そのタトルズに関して知識がなかったので、先ほどね、アメリカンコミック、1984年に誕生したアメリカンコミックって一言で言ってましたけど、あの、マーベルものとかとは全然違って、これはもともとは、アメコミって言っても、慈悲出版の、事実上同人誌なんですよね。しかも白黒一色ずりの、えー、それが84年に作られた、えー、ピーター・リアードさん、ケビン・イーストマンさんというね、まあ、後にね、巨万の富を得てから、ちょっと二人とも、たもと分かってしまうんですが、えー、ピーター・リアードさん、ケビン・イーストマンという二人が、ケビン・イーストマンさんがある時。 別の作品のアイディア出ししてる時に、ふと思いついてその仮面忍者描いて。で、二人でこうアイディア出ししてるうちゲラゲラ笑って。要は、なんだそれやつって。ミュー、ミュータント、ティーンエイジ、ミュータント、んなんだ、ティーンエイジミュータント忍者タ,タートルズ。もう要するにその全ての要素がめちゃくちゃやないかっていう。で、爆笑したんだけど、めちゃくちゃな組み合わせなんだけど、だからコミカルなんだけど、笑っちゃうんだけど、でもかっこよくもある。あ、でもこれ結構いけてね、みたいな感じがする。もうすでにそのミュータントタートルズの、ね、その最初の面白みにみたいなのが、これガッとできて。で、 例えばその、だからそんな感じで作ってるから最初は、要するにちょっと、うん、思いつけて書いてますから、例えば敵軍団の設定考えようぜって時も、彼らが当時ファンだったフランク・ミラーのデアデビルに出てくる敵の軍団がザ・ハンドだから、じゃあこっちの敵はフットダウンだな。フットだ、足でいいやってもう足、足つか不自由的なね。そういうネーミングをしてるわけですよ。で、えー、で、この時点のタートルズたちのキャラクターっていうのは、目が完全に白目でもうのすごい怖い顔してたり、どっちかっていうと結構ハードルな感じので絵で描かれてたりする。で、それが、 ね、ええー、まあ、マーク・フリードマンさんというそのライセンスエージェントの目に留まって、これをおもちゃ化したら売れんぞと。 で、おもちゃ会社にこう持ち込んで、おもちゃ会社つっててもそんなにそんなに知られてないおもちゃ会社持ち込んで、えー、で、おもちゃ売るために、ま、アニメを作ろうっていう、その順番なんですね。アニメを作ろうっつって。で、パイロット版を、あの、日本の投影動画に作ってもらうっていう、そういうのがあったりなんかして。で、それで一気に大ヒットってしたのがさっき言った最初のアニメシリーズのわけです。で、なので、あのー、さっき言ったその直撃世代の人、日本、日本でもいっぱいいる、20代後半から30代前半くらい、今日も小出祐介くん、ベースボールが小出祐介くんもその世代だって言ってましたけど、やっぱこのアニメのシリーズの印象 良いはですね、まあ、子供向け可愛いからっていうかね、まん丸な名詞だ。えー、それはこのアニメ版の時に出来上がった。 あの、キャラクターそのね。あるいはそのピザが好きであるとか、えー、そのキャラクターの色分けによるそのキャラクター分けであるとか、あるいは敵とかのそういう他のキャラとかもここですごくアニメ版ですごく出来上がった。えー、なん、なので、その後も実は要するにその可愛らしい皆さんがこれがタートルズだと思っているタートルズ像じゃなくて、例えば原作コミックよりのダークさとか荒々しさに戻すようなそういう、え、揺り戻しみたいのは何度かあったりもしたるわけですね。例えば、 あの、先ほども言った90年代にあった、え、ミュータント・タトルズの実写版、これ日本でも普通に公開されてますね。え、ゴールデン・ハーベスト、香港の映画会社が作った実写版。これアニメ版化すると、やっぱり当時としては結構暗めというかハードめというか、え、ミュータントズたちもちょっとなんか、 キモい感じが入ってるみたいなね。えー、監督はスティーブ・バロンズって当時のミュ,ミュージックビデオ監督で、例えばアーハーのテイクオン・ミーとか、えー、マイクル・ジャクソンのビリー・ジーンとか撮ってる人ですけど。で、何よりもす、やっぱ、このね、その実写版、90年代の実写版タートルズ、何が重要かって、やっぱりその、えー、その着ぐるみというかそのタートルズたちの造形しているのが、ジムヘンソンというですね、こうマペットの名手、ジムヘンソンなわけですよ。そのジムヘンソンの当時のアニマトロニクス技術というね、要するに中に機械が入って、その人、えー、機械の人形が生きてるように動くというアニマトロニクス技術によって作られる、 タートルズの表情の豊かさ。で、その口がこう動くんだけど、それがもうセリフとリップがバッチリ合ってる感じとか、もう今見ても全く遜色がないっていうか、むしろフレッシュっていうか、すげえなっていう感じがする。えー、この辺りがすごかったでえー、まあ、そこにはカンフー映画的なこうアクションが入って、さらにスピーディーなアクションも見れるし、あとまあ、あ お話も、要は、ティーンエイジ・タートルズのだけあって、その人間のティーンエイジャー問題みたいなのが重ね合わせられたりして、なかなか興味深い出来だったりとかして、えー、あとまあ今回のその映画版ね、マイケル・ベイ制作版の最新版のプロットもちょっと似てますよね。 えー、あの、さらわれて、それを救い、メンバーが救いに行くみたいなあたりとかは、えー、影響もあるんじゃないでしょうかね。はい。ええー、あとでね、ごめんなさい。ちょっとその、90年代の実写版タートルズの話、もうちょっと、皆さん映画好きだと思うから、ちょっと続けるとですね、今、見返すと、あ、この人出てたんだ、みたいなのが、今、今ちょっと気づく。えー、ケイシー・ジョーンズっていう、その、えっ、ー、と、中で出てくる、まあ、その人間なんだけど、人間でそのスポーツ用品を使って戦う人間側のヒーローみたいなのがいて、ケイシー・ジョーンズっていうキャラクターを、イライアス・コーティーズ、あ、これイライアス・コーティーズじゃない。あの 一番有名っていうか印象的なとは、クラッシュ。デビット・クロネーンクのクラッシュのあの、自動車のあのね、あの、あれのカリスマっていうかね、あのカルト軍団のカリスマのあの、イライアスコって今もうすっかりはげがちゃがっちゃってますけどね。当時は超初で、ケイシー・ジョンズ演じてたりとか。あと、不良のね、そのティーンエイジャーの不良のボス役でサムロックエルだ。これサムロックエルじゃねっつって。で、クレジット見て、あ、サムロックエルだって。ふうには、まあ今見ると気づいたりとかする。まあでも一作目だから今見ても本当に見る価値あると思うのはすごく。 え、ちなみにこの実写版、えー、ゴールデンハーベスト版の、えー、ミュータント・タートルズ実写の2、3と作られていくる。まあ、一作目に比べると出来は劣るんだけど、これ見どころがね、常に、えー、用意してるのか。さすがミュータント・タートルズ。例えば2。2の見どころといえば、やはりここでしょうね。えー、バニラスカイという白人ラッパー。皆さん覚えていらっしゃいますかねえー、バニラスカイのライブしているクラブ。バニラスカイ、バニラスカイスバニラアイス。ごめんなさい。バニラスカイは映画です。バニラアイス。バニラアイスがライブしてる会場に逃げ込んじゃって、そこでバニラアイスが即興で、あの、タートルズを応援する忍者ラップ をするわけです。ちょっと聞いて、これ。これをね、この場面。これね、この場面だけ YouTube とかでも見れるんで、ぜひ見ていただきたいです。忍者ラップっていえば出てきますから、あのー、史上、これほどダサいラップシーンっていうのはちょっとない。<laughs> あの、当時のね、90年代初頭に流行ってた、そのね、そのダンスがあるんですよ。そのね、それとか、まああ、バニラアイス、バニラアイスって人はそのヒップホップ史上でも黒歴史中の黒歴史とされているんで、そういうのも含めて今見ると非常に味わい深いあたりだったし。ちなみにあの、1作目の実写版は、えっ、ー、と、MC ハマーがね、えー、元人気絶頂の MC ハマーが主題歌って、2作目がバニラアイス。えー、要は90年代初頭のヒップホップの黒歴史の象徴されてるのが、これタートルズ実写版っていうのもある。なので、今回の最新版マイケル・ウェイワン、先ほどチラッと書かれた、ね、主題歌,を歌ってんのウィズカリファ でですすから大進歩ですよヒップホップ、ヒップホップ画的には。はい。とかですね、あの実写版3はですね、日本の戦国時代風のところに舞台が映ってみたいなところで、若き日の坂本浩一監督。 仮面ライダーシリーズとかね、番組をお呼びしましたね。坂本孝一監督が出演されてたなんかもするぞ、ということでございます。ということで、ええー、まあいろんなね、要はですね、その、最初のアニメシリーズ、皆さんがそのテレビで見てたアニメシリーズの印象が強い人は、要するに可愛いコミカルという、ま、目がまん丸までっていう印象が強い人は、今回の最新実写版の、ええー、ミュータとタートルズを、なんとなくもうビジュアルだけで、こんなんタートルズじゃないっていうふうに感じる人もいるかもしれないけど、さっきから言ってるように、大元のコミック含めて、ええー、その、最初のアニメ版が必ずしも一つの 正解じゃないといととうのがーズシリで、もあるとでちなみに、そんなシリーズとかバージョンごとに異なる表情、魅力を持つ、色合いを持つ、その TNG ミュータント、忍者タートルズというこのシリーズ、この魅力が一気に理解して、なおかつ堪能できる究極の一作として、僕今回その一週間のね、その一夜漬けとか一週間漬け勉強の中で、いっぱいいろんな見た中でですね、あの一番断トツのおすすめはですね、実は、 えー、日本版ソフトがこれ発売されてないので、まあ皆さん何とかあれして見ていただきたいんですけど、えー、2009年にテレビ放映された長編、要するにテレビ長編アニメがあって、えー、タートルズフォーエバーってのがあって、これがね、本当に面白かったっすよ。これ最高でした。勉強にもなるし。どう勉強になるかっていうと、これ要はですね、 さっき言った最初のアニメシリーズ、さっきから言われてる1987年から始まった最初のアニメシリーズ、可愛らしい絵柄のコミカルな、えー、ジャタートルズと、えー、2003年から、えー、これは要するに原作者の一人であるピーター・レイアードさんの意向も結構入って、えー、と、割と原作コミックテイストに比較的取り入れた。 ちょっとハードメンみたいな、えフォーキッズエンターテイメント版、2003年のアニメのタートルズ。要するに、えー、せ絵柄も世界観も全然違う、えー、タートルズと敵キャラ同士が次元を超えて出会うという話。まあ要は仮面ライダーディケード的なね、パラレルワールド、えー、的な。で、その、世界観とかも全然違うから、噛み合わないみたいな、対立するみたいなのもギャグになってたりするというね、そういう作りがあるんだけど、この、えー、タートルズフォーエバーというその長編アニメ、これ何がすごいって、面白いなと思ったのは、最終的にこのね、2003年版8 87年版の二人が流れ込んでいく世界、二組が流れ込んでいく世界が、さっき言った最初に書かれた慈悲出版の白黒コミックスの世界に入っていくる。で、その白黒コミックスの中で、その始まりの世界って言われてる、その始まりの世界に到達して、もう絵柄もキャラもものすごく荒々しい怖っ,っていう、しかも白黒だし、みたいな。それが荒々しいその白黒の手書きのタッチのまま動いて、そしてその初代タートルズと、その87年版と2003年版が共闘するという。しかも、例えば色々あって事件が解決した後、 エンディングがまた素晴らしくて、その原作者ピーター・レアードさんとケビン・イーストマンさんもこの時点ではすでに他元を分かっている二人なんだけど、二人が最初のコミックの第一号を書いているところで途中に、で、ピザ食べに行こうぜって二人駐座している風なところで、で、その最初の、えー、最初の第一回のタートルズの表紙のところにアップになって終わるという。まさにそのタートルズサーガ究極の大断言を迎えて終わる。 もう、俺一週間一夜付け勉強しただけなのに、もう、うるっと来るぐらい、これはもうすごいなと思って。ええー、という、たらこれぜひ、自分のね、この、T、タートルズフォーエバーね、ええー、なんとかして見ていただきたいんですが、まあ、ね、あれすれば見れますから、上がってますんで、<laughs> ぶっちゃけ上がってますんで。ええー、その後、まあ、ケンリーみたいなその原作者がニコロ・オーデオンってね、ええー、あの、曲にですね、あの、売却してですね、2012年から新シリーズが始まったり、まあこっちはまた再度コミカル可愛い路線に戻した 3DCG シリーズがあったりして、 という中での、今回の最新版実写、えー、タートルズなわけですけど、どんな位置づけかというとですね、ええー、まあ、もう話は完全なリブートですね、仕切り直してございます。というか、というか、こういうことですよね。 二昔前の子供向け人気アニメ、子供向けアニメシリーズで人気を博したそのね、えー、キャラクターを、えー、それなりに旧ファンも納得するようなオマージュ、えー、引き継ぎ部分みたいのも、えー、随所、随所に入れながら、えー、ビッグバジェット、最新 VFX 技術で、ド派手アクション超大作としてリメイクするって、これ、まあ要するに、ね、今回制作も見回っております。マイケル・ベイが、まあ、要はトランスフォーマー、トランスフォーマーでやったことを、ニンジャタートルズでもう一回やってくんねっていう、 そ、で、それをやったっていう。もう、ほんとこれで話終わっちゃう <laughs>。ということです。もう、あの、置き換えのバランス感とかもすごくトランスフォーマーと似てます。それはやっぱしね。えー、なので、例えばタートルズの、えー、見た目、キャラクターというかね造形も、まあ、ムキムキマッチョになってますよ。で、まあ、頭身も割と小さめになってます。えー、で、トランスフォーマーのね、えー、あの、オートボットたちがそうだったように、もはや、子供が絵に描けないだろうっていうレベルで、あの、ディテールがゴテゴテしすぎていく <laughs>。 ごてごとしては装飾。えー、あと、じゃ、もなんかそのぐちゃぐちゃぐちゃってこう変わ若干こう、キモ、キモいぐらいの生々しい生物感があるっていうか、もうかっこいい声ってキモいわっていう、もうちょっとゴシックなレベルでやるその足し算感。えー、なんか全体汚いっていうか <laughs>、そんな感じ。えー、その造形の感じもまあトランスフォーマーっぽいし、まあプラス今回そのトランスフォーマーよりもさらに進化してるところがあるとしたら、まあモーションキャプチャー技術の大幅な進歩により、まあ非常にこういう豊かな表情であるとか、ね。えー、まあ猿の惑星ライジング、ね、まあ あの、ミュージオーチーました。それもそうだったけど、要は今もう CG キャラを演じる役者が、あの、他の生身の役者とそのロケ現場にいるままで、その撮影ができるぐらい芸術が進んでるので。それでやることによって、例えば格闘アクションとか、えー、やり取りとかがよりこう、存在感がよりリアルに、まなっている。それが非常に段違いになっているみたいな、まあ進歩も当然あると。 ただね、これね、ここはもちろん立派な技術を使ってるなって思うんだけど、これすいませんね。僕、解雇で言ってるわけじゃないのはさっきから僕、タートル、タートルズのリアルタイムのファンじゃないから間違いないと思うんだけど、不思議なもんで、やっぱさっき言った90年代のジムヘンソンが、要するにな、もう要するに物理的に作ったアニマトロニクスの着ぐるみの方が、今の目で見ても、っていうか、むしろ CG でも何にも驚けなくなった今の目で見た方が、むしろやっぱアメージングなんでね。おぉ タートルズいるよ、そこにって感じが。むしろやっぱりするのは僕だけなんでしょうかっていうね。ええー。はい。あと、ま、一方で先ほど言ったように、旧シリーズファンもちゃんと納得させるようなオマージュもちょいちょいやったりとかね。例えば、その、えー、ミーガン・フォックス演じるエイプリルが、まあ、黄色い服着てるっていう。まあ、エイプリルっていうのは、ま、黄色いつなぎいつも着てるわけですよ。その、ち、ちなみに黄色いつなぎを着てる件をタートルズフォーエバーで突っ込まれたりしてましたけどね。こう、2013年場が行って、何その服みたいな。 え、全然キャラが違う。ま、あそういうね、黄色い服であるとか、あと、タートルズに会った瞬間気絶するっていうのはやっぱね、えー、最初のアニメシリーズの始まりの、え、感じでしょうし。あと、ま、さっきピザの場面がオマージュだっていうね、メールもありましたね。ピザがパンパンパーンって切って、それが、あの、スプリンター先生、えー、ネズミがそのまま進化した、えー、スプリンター先生の頭にべちょって乗る。これもあの、90年代実写版にこれあるような描写だったりとかしますね。あと、細かいとこで言うとね、死ぬほど細かいとこの話っていいですか。あのー、 インターネットムービーデータベースでこれあの、グーフスって、要するにあの、ミス扱い、普通にミス扱いになってるんだけど、あの、エイプリルさんが娘時代に、その彼、あの、タトルズたちが普通の亀だったところを撮ってるビデオを見てる。で、そこのミケランジェロって書いてある、そのミケランジェロのスペルが間違ってるっていうふうにね、こインターネットムービーミス扱いしてるんだけど、これ、なんとコミック、第1号目のスペル。 ミケランジェロのスペルがま、この全く同じように間違ってるんです。だから間違いなくコミック1号名のこのスペルミス自体がオマージュだと思われ、みたいな。そんなとこまで気は使っているということでございます。はい。あとまあ先ほどね、トランスフォーマンっぽい、トランスフォーマンっぽいってい言っちゃってますけど、今回例えば敵役のシュレッダーというのがね、ええー、まあその鉄製のこう呪いをガシャって切る。もう完全にもろにガシャンガシャンもまあ、トランスフォーマー以降という感じですし。あともう画面の絵作りですね。あの、例えば青、黄色、オレンジ。 をすごく陰影をきかきバキーッと際立たせた絵作りでこうやる。あのもう絵,絵だけで、ああ、マイケル・ベッペーっていう感じしますし。あと、やっぱあれ。ブーン。ブーンっていう。あの、重低音でトランスフォーマーっぺーっていう。あの、音響スタッフもトランスフォーマー結構ね、かぶってあります。当然、やたらと動くダイナミックなカメラワークこれもマイケル・ベッポーやっぽいあたり。えー、というのがま、もろにトランスフォーマーっぽいあたりももちろんもう全然受け継いでる。あともう具体的な絵柄で言っても、 例えばあの、えっ、ー、と、雪、雪の山のところのアクションがあるんですけど、そこで、えっ、ー、と、要するに地面の向こう側からなんかジープが3台、ピョーンと向こうから跳ね上がってくるところをスローで、えー、手前に人物がいて、こういう似たようなあつトランスフォーマーリベンジで見たことある気がすんなとか、 あと、今回のクライマックス、ね、えー、なんかそのタワーが倒れて、で、向かい側の建造物にガーンって一旦引っかかって、えー、その橋代わりになった上でまたアクションがあって、これ、トランスフォーマー、ダークサイドムーンのクライマックスに似たようなことやってなかったっけみたいなね、えー、みたいな、まあいろいろあるわけなんですが、はい。 とはいえですね、今回、あの、先ほどから何度も念をしてますけど、今回監督、マイケル・ベイは監督ではなく制作に回ってて、監督はジョナサン・リー・ベスマンという方、えー、世界侵略ロサンゼルス決戦とか、えー、タイタンの逆襲とかね、近年ではやっておりますが、なんといってもマイケル・ベイ、そしてマイケル・ベイの制作会社、プラチナム・ジューン、デューン作品とジョン、ジョナサン・リー・ベスマンということで言えば、なんといっても忘れちゃいけない、テキサス・チェーンソー・ビギング ね、これ大傑作がございます、2006年。えー、僕はこれ悪魔の生贄にの色々こうシリーズ化していった中でもなかなかの傑作だと僕は思ってる作品でございます。ちなみにこのジョナサン・リーベスマンさん、デビュー作の黒の恨みっていうのがあって、これはあんまり、ね、実はね大したホラーじゃないんだけど、あの、本人も非常に不安、不本意な、あの、思いをしながら作った作品らしくって、要はこの後、一時は映画監督を辞めようと思っていた、ジョナサン・リーベスマンをマイケル・ベイが、 説得してフックアップしたのがさっき言ったビニングなんですよ。で、それ以降、その、リーベスマンは今に至るキャリアをる。いい話なんですマイケル・ベイいいやつなんですよ。はい。えー、とまで今回のタートルズは、そのマイ,マイケル・ベイが監督じゃない分ですね。どうなってるかというと、全体のタッチとかアプローチはさっきから言ってるように、まあ、紛れもなくすっごくマイケル・ボイ、ベイっぽい、マイケル・ベイ作品印なんだけど、同時にですね、まあ、例えば、 カット内で起こってること、ええー、とかカメラの動きであるとか、あるいは編集のテンポであるとか、すべてが情報型でその整理する気もないので何が何だかみたいな、ええー、しかもそれが2時間半続くみたいな、要するにそのマイケル・ベイの、よくも悪くもトゥーマッチなところ、ね、ええー、もうゴシックレベルまで行っちゃってるトゥーマッチ感、足し算感っていうみたいな、全部盛り感みたいなものに比べると、ちょっとだけですが、 マイ,あのマイケル・ベイカ監督じゃなくて、ジョナサン・リーベスマン監督になったことのによる小物なのか分かりませんが、ちょっとだけ見やすくなってます、今回。上映時間101分だし。ね。えー。 特に激しいアクションのシーンになると、それがすごく際立ってくる。えー、監督のジョナサン・リーベスマンが、ブルーレイのその僕が見たユニブルーレイの特典の中でも語ってたんですけど、今回まあ 3D を前提に撮ってますよね。3D 効果を際立たせるために、いつもより絵作りをちょっとワイドめに絵作りを撮って、なおかつ、ワンショットを長めに撮ってます。それによってその 3D 効果が体感できるように作りましたとおっしゃってて。例えば、 なるほど。例えばですね。あの、さっき言ったように、雪山をこう滑り降りる、本作で一番まあ激しいアクションシーン。まあ,あ、これはなかなか上がるアクションシーンがとかですね。クライマックスビリオ屋上でその敵のボスであるシュレッダーと対決するシーンなどに顕著なんだけど、あの、カメラの動きとか画面内で起こってることっていうのは相変わらず非常に激しいし、情報も多めではあるんだけど、あの、時折ですね。まあ、10秒とか。 長くて20秒ぐらい続くショット。これ、ベイ映画は多分ね、マイケル・ベイが監督してると、ショットでな長くて多分ね、3秒ですよ。<laughs> 3秒続いたら長い方ですよ。それが10秒とか20秒ぐらい続くショットで、要するに一続きのアクションで見せようとしている見せ方が結構出てきて。で、それによって何があるかっていうと、マイケル・ベイ映画のクライマックスにありがちな、もう位置関係はわかりませんって何、何がどこに入れて何かはわかりませんみたいなことは、あんまり実は起こってなくて。あの、ちゃんとこう位置関係は分かった上でいうふうになってて、まあ見やすくはなっている。えちなみに一番 一番長いショットは、えー、劇中見た方、まあ、予告でも出てきますけど、あエレベーターで、あの、いわゆる、えー、ヒューマンビートボックスでラップ風のことを始めるシーンがあれが30秒あります。まあ、あれはその長いことによる、えー、ギャグになってるわけですけどね。そんな感じで、まあ、全体今回はですね、どっちかっていうと、オフビートギャグ感みたいなのがやっぱ際立ってる。先ほど褒められてる方もね、えぇ、ー、ケナサてる方のオフビートのギャグは良かったと言ってる。えー、エイプリルと出会うとこのね、あれ今写真撮られたんじゃないので固まる感じとかね。えー、あと、例えば、クライマックスシーンとかで、ちょっとこう、 あれ泣かせ展開なのみたいに思わせと言って、実はそうじゃないみたいなある意味、ベ、マイケル・ベイがさ、それこそアルマゲドンとかで、クライマックスでやるような、大行な演出のパロディーみたいな感じにもなってたり。まあ、おならのギャグとかは今時どうかとは思いますが、みたいなのがありますが。はい。ということで、マイケル・ベイの見やすい版にはちょっとなってると。ただ、言い換えるとそれって、ちょっと普通になったマイケル・ベイじゃん普通になったマイケル・ベイってそれ、 いいのかなっていうか、マイナス要素にもなり得るような部分じゃないかという気もします。というのはですね、今回やっぱり指摘してる方も多かったですが、話し運びの雑さだけはがっつり気づいてもいるというね。えー、で、いわゆるその突っ込みどころみたいのはいっぱいあるんですが、ただそれに関しては、まあ、らしいなというか、まあ、ミュータントタートルズの B 級感みたいなもあってて、らしい雑さ、ことを向けさとして、まあ、楽しめる範囲ではあると思うんです。例えば、 あのそのクライマックスのね、雪山でわーってやってなんか崖みたいなのもあってなんかかなりでかい山なんですけど、あれとマンハッタンはどういう位置関係なんでしょうかどういう距離感なんでしょうかえね、トランスフォーマー、ロストウェイジのむちゃくちゃな地理感みたいなものも引き継ぎなのかこれ流行りかみたいな。お前らの中で流行りかこれみたいな。えあと、ま、例えばニューヨークにね、毒を撒いて後から下毒的なものをえやれば俺たちバッチリだぜって言うけど、うん、自分のタワーからそれ巻いたらバレバレだよね、お前ね、それね。とかですね。 ま、その敵のそのシュレッダーっていうのが、なぜか毎回とどめを刺さずに去っていっちゃったり、なんなら背中を向けたまま何か作業を、まだあの亀全然ピンピンしてるんだけども。